大阪 N マシルンゴシマナマナよ。今日はね、大阪にあるあるチキン屋さんのね、ちょっと PR 動画を作ってくれて頼まれたんで、わざわざ大阪にやってきましたよ。まあ、PR 動画してもお金はね、一切もらってませんので、はい、タダで引き受けさせていただきました。なんでタダで引き受けたか知ってる、ゆうちゃん？いや、わからないですね。なんでかっていうとね、可愛い女の子に頼まれたからだよ。笑われた。大島、はい、今回ご紹介させていただきますお店はこちら、日本橋駅から走って1分ぐらいのところにあります、こちらコリアンバーベキューチキンさんでございます。 BBQ チキンではございませんよ、間違いないようにしてくださいね。店内入りますと社長さんが笑顔でお出迎えしてくれました。店内はこんな感じです。こじまりしていて薄暗くて、テレビで K-POP 流れてますのでね、K-POP 好きな方はぜひ行った方がいいですよ。はい、メニューの以後です。매운걸좋아하시면 네, 네불닭이랑 、네、 그다음에양념치킨이약간 、네、 아마카라있습니다 、네 네、 그다음에매운걸못드시는분이시면 、네、 시오야끼랑 、네、 간장치킨이있어요그래서시오야끼또양념을담아봤습니다하나둘셋푸쉬양념今日はユウスケさんのリクエストでソメ、ソメから始めたいと思います。はい、マラ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 オールデイエビデイ、マラ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 イゲパロスリアソメギヤチチチチチチチソメギヤ。俺とユウスケはもうちょい足すぜ。イエーじゃんくん業界ルールピンソゲモンシャうまいね。じゃあまずムーから味見をしてみましょうね。サジャンにチキンムードチクチョップマンズショースよ。よくしじゃあこのサラダをいただきたいと思います。これうちのおばあちゃんが絶対大好きな味です、この味は。はい、バイバーサンダー。はい、ついに来ました。これが塩焼きです。こっちがヤンニョムです。それではいただきます。いただきます。じゃあ、そのままいくよ。おー、ネムセちょっと、ネムセヌやっか、ジャマイカエソ、ジャマイカエソマック、ジャマイカチキンカップネムセ。あー、うまい。うまっ。マックマソ、ワンジュンでスタイル真っ暗、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 できます。あ、なんかな、マスタードもいいわ。あ、マジビールはすごい。やば。ヤンニョムチキンも大盛りする。ヤンニョムね、これ。あ、うまいじゃん。あ、めっちゃ熱スタイル。めっちゃ熱スタイル。ビールが進むくんですわ、これ。やば。いや、これマジビールっすね。やばいよ、これ。ちょっと膝酔っ払ってきちゃった。もうコメントできない。もういいや。とりあえずうまいってことわかります。うまいっていうことで。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。はい、おでんたんくださいました。ありがとうございます。いいね。あー、ね、美味しいね。ネスタイル、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 ネスタイル。今掃除や、掃除や。掃除はいいか。ベロうまい、ベロうまいね。
あ、うまいね。ちょっと届きだ。うん。シワンヘ。シワンヘ。シワンヘ。俺大好きなムーがあったよ、ムーが。うん。ムー食わなきゃ俺ムー大好きなよ、マジで。めっちゃいいや。やらかっ。ブーテロー。あ、そうだよ、ソジいけろ、これ。マジでね。ムーだけソジいけろ、これ。気分ちょっすぎだろ。サービスでピュルラックいただきました。これ辛いらしいです。辛いから気をつけてくださいって言われました。こんなんさ、辛い辛い言うてもさ、ここ日本にあるし嫌ですよ。日本人の口に合わせてると思います。そんなね、辛いも出すわけございません。商売になりません、そんな辛いも出したらね。どうすか。まず辛いより熱いわけだね、今。うん、熱い。あくにマシるんで、マシそう。これはマシそう。ああ、メロメロ。わったわった。メロンで。マシてみよう。美味しいっすよ。ちょっと水飲んだ。あの辛いっすけど、その韓国の本当に辛いやつよりは辛くないです。大丈夫です大丈夫です。チンラーメンよりちょっと辛いぐらいです。ごめんなさい、僕たち低学歴なんでね、ちょっと味とか説明するのすごい苦手なんで、多分伝わらなかったと思いますけど、何が一番言いたいかというと、こちらの店ビールめっちゃ進むよ。はい、잘먹었습니다。さらに감사합니다또올게요。여러분여기꼭오세요。ちなみに含有 TV を見てきたとおっしゃいますと、なんと一切サービスはございません。はい、あとでね、この未公開シーンも Vlog の中にあげようと思いますんで、あ、そちらの方もチェックしてください。この子誰だろうね。